皆さんこんにちは、マイトです、まずはですね、これから説明しないとダメですね。これが違和感ありですけどね。これ何かっていうと、まあ、動画の撮影でペンでね、ちょっと書き足しただけだから怪我してるわけじゃないんだよね。ちょっと薄たまら残ってる、消したんだけど。で、俺ね、今日時間がなくて動画撮影終わった後すぐ電車乗らなきゃいけなかったんだよ。なんで飛び乗って、これね、あんまり完全に落としきれないまんま乗せたのよ。そうなるとちょっと怖いよね。遠くから見たら喧嘩した人みたいな、ちょっと血出てるよみたいなね。これでずっと移動してました。ちょっとリアリティがあるね、かすれた方が。だけどもうこれは本当にペンで書いただけなんで気にしないでください。ということで今日はですね、スプラトゥーン2流行ってますね。夏で盛り上がってますね。それを買います。僕もやっぱり流行に乗らなきゃいけないからね。任天堂 e ショップで買います。ただダウンロード結構時間かかるんですよ。なんで今日は買いますっていうね、その宣言だけになります。任天堂 e ショップ、今ゼルダもねちょくちょくやってるんですよね。ただ時間がなくてがっつり進められなくてね、本当に亀の歩みのようにゆっくり進んでる。あった、これだ、これ大人気スプラトゥーン、購入に進む6458円。これみんなね、もうほんとツイッター上さ、もうスプラトゥーンの話題ばっかなんだけど、スプラトゥーン買います。これね、俺1はちょっとだけやったことあるんですよ。買って実家の方でプレイしたんだけど全然極めてなかった。だから2からねちょっと極めたいと思います。さあこれ購入する、購入進むんだよな。うん、これでいくか。これダウンロード結構ね、リンクの時もすげえかかったんだよね。クレジットで買います。多分便利な世の中だよね。家にいながら新しいゲームが買えるっていう。これで残高が追加した。ああ違う、変なとこしちゃったよ、やめてくれ。これね、戻っ、ああやべ、初めの画面に戻しちゃった。あんまりね慣れてないんだよね。スプラトゥーンですよ、みんなやってますか。よし、これね買います。購入進む。クレジットカードで買います。はい、これで残高を追加して購入。さあ睡眠時間がなくなっちゃうよ。バキも読まないといけないしね。え、はい、ありがとうございます。あ、画面が白くてちょっと分かりづらいですけど、これありがとうございますになってますね。どういたしまして。さあこれでスプラトゥーン2データダウンロード、うわー反射してみないか。これこんな感じですね。めちゃめちゃ多分時間かかると思う。あ、そんなのもないか、あと2時間。だから明日の朝起きたらプレイができるって感じですね。閉じるでこれいいのかな。で今ね、僕ゼルダの伝説相変わらずやってます。あ、やべ、ゼルダ面白い、ゼルダ面白いですね。やっぱハマっちゃいますね。最近ゼルダの攻略の動画ばっか見てます。うー、緊張感ある。今ね、ここゲルドダンのアジトのとこですね。全然進んでない。やばい、これ無限に無言でやっちゃいそう。そろそろ動画終わりますか。よし、じゃあ今日はこんなところで。皆さん次はスプラトゥーンの実況お楽しみください。できるかどうかわかんないけどそれではまたね、バイバイ。